ハヤトの野望チャンネルへようこそ。はい、というわけで今日何をするかなんですが、今日は自分で自由に配役を操れる RPG ミートピアというのをねプレイしていこうと思います。で、早速ゲーム始まってまして、僕の分身作ってます。この顔とかも自分で設定できたんだけど、僕に寄せていくうちになんか結構悪人面になってしまいました。ハヤトはどんな性格だと思っていますか？まあ、頑固だな。僕は頑固なハヤト、嫌なやつだな。決定。はい、できました。さあ、旅が始まるのか？自由に配役操れるってさ、仲間のメンバーも自分で作るってことかな？ RPG だから仲間いるよな。ここはミートピア。これは主人公？あ、いろんな人々が暮らしていますみたいなことな。ビヨーン。結構可愛い感じのゲームなんだね。平和の世界でした。が、何かが現れた。顔がなくなったってこと？これ。ミートピアを脅かす影が現れてしまったのです。何者かがミーたちの顔を奪ってしまいました。僕ちょっとミーって苦手だから顔奪われても特に気にしないですけどね。あ、そう、奪った顔を、何これ、モンスターたちに分け与えたってこと？やだな、自分の顔の怪物会いたくないな。はい、そして、あ、来たよ、主人公、ハヤト、僕です。僕の分身です。ここに一人の旅人がいます。ハヤト。なんか、悪人じゃん、絶対。なんか、序盤で出てきて、主人公の旅の荷物とかを盗んでいく悪人だよ、これ。今日も平和だな、絶対悪いこと考えてるじゃん。お？お、顔が降ってきたよ。この顔が、この蝶々に合体するわけね。どうなるんだ？結構キモいな。でも結構ガとかってさ、なんか目っぽいのがついてたりするから、そんなに違和感ないね。うわーって逃げてた。うわー、戦うのかと思ったよ。RPG なんじゃねえのかよ。大変だ。もう悪人だから全然かわいそうに思えない。ここはどこだ？逃げてるうち迷子になっちゃったみたいなこと？街が見えてきた。やったぜ。今、のどかな平原の近くにいるんだね。はい、最初の街に着きました。ミートピアの登場人物には、あなたの好きなミーを配役できます。後で配役を変えることもできますよ。それでは街の人にミーを配役しましょう。なるほどね。だから街の人たちを、これで変えていかないといけないんだ。だから、これ大変だぞ。はい、というわけで配役完成しました。すべて入れ替えました。まず町の案内人でおもてなしをしてもらうということで、滝川クリステルさんという名前にしてみました。実在の人物とは、全く関係ありません。まあ、あとはね、すごく元気なキャラっていうことで、ベッキーにしたり、あと親子っていうことでね、それっぽい名前をつけておきました。あとはね、ラブラブカップル、もう今ね話題のこの二人の名前を入れてみました。あとね、他人を見下して自尊心を満たすかわいそうな人生の負け組。これはもう名前つけられねえよ。無理だよ。ネット弁慶っていう中語体の名前をつけておきました。じゃ、これがどんな風にゲーム内で作用するのか見ていってみましょう。決定。はい、最初の町。まあ、最初の町ってことだね。あ、村人たちがいる。そう、来たぞ。あ、動ける動ける動ける。この嫌な顔してるのが僕ですね。で、これはのんきな案内人、滝川クリステル。お、来たよ。おもてなしお願いします。うわあ、今日も暇だな。ん？どうしたの君、そんなに慌てて。え、人の顔がくっついた怪物？ぷっくくく、夢でも見たんじゃないの？全然もてなしてくれない。この街で過ごせば忘れちゃうよ。これだけ？この人は？陽気なおばちゃん、ベッキー。ベッキー。ベッキーだ。おや、いらっしゃい、旅人さん。なんだよ、おどおどして。ダメだよ、そんな顔してちゃ。お、元気を売ってくれるみたいだね。これは？親子、親子。元気な親子。子供の方な？子供の進次郎。わーいわーい、僕はドラゴンだぞ。ガオー。お、元気だね。こっちは、純一郎。進次郎ちゃん、ダメでしょ？危ないからじっとしてなさい。本当にもう、この子ったら。うちの子本当落ち着きがなくて将来が心配。将来立派な政治家になってますよ。大丈夫ですよ。結構面白いかも。あ、ラブラブカップル出てきたぞ、この野郎。星野源と新垣結衣出てきやがったな。もう話しかけたくないよ。ほっとこうぜ、こんなの。当てつけじゃねえか。これは誰だ？嫌味な男、ネット弁慶。現れたな、ネット弁慶。君見ない顔だね。もしかして遊びに来たの？はい、遊びに来ました。ふーん、のんびり一人旅ですか。気楽だね。羨ましいね。言うほど嫌味でもなくね。割とマイルドだったけど。
はい、そしてこの町の町長地方公務員とどうも旅人さん、私はこの町の町長なんです。はい、みんな楽しかったよ、もうありがとう。いい町でしょう、いい町だった。ん、あ、なんか来た。うわー、なんだ、なんだい、なんだい、来たか、魔王来たか。新垣結衣、星野源幸せな新婚生活に影がさしちゃうよ、あいつは。あ、ここで大魔王なんだ。ミートピアを脅かす邪悪な存在で、これをまた作っていかないといけないのか。悪そうな顔がいいよな、魔王だもんな。はい、できました。邪悪な存在、世界を恐怖に陥れてる大魔王の名前は格差社会ということにしました。僕はこれから仲間たちを連れて格差社会を倒しに行こうと思います。とんでもねえ強敵だぞ、形のないものだからな、倒さねばならねえ。現れたぞ格差社会。わ、とんでもね、めちゃくちゃものすごい悪に感じる。やばい、倒せるのかうわー、俺は大魔王格差社会、世界に恐怖と混沌をもたらすものだ。確かに最小の人間どもや。わ、地方公務員がもう恐れおののいてるもん、格差社会に。さあ味わえ、顔を失う恐怖をな。そう、こうして俺たちは格差社会、資本主義社会の歯車にされていくんだよ。個性なんていらない歯車にされていくんだ、こうして。恐ろしい。うわぁ、新次郎ちゃんあー、原垣結衣、ガッキーも顔取られた。あ、ネット弁慶も顔取られた。これで匿名ユーザーになって、めっちゃツイッターで誰かの悪口言うよ、あいつ。とんでもねえことが起きちまった。みんなの顔が。今回はこれでよしとしよう。顔を失った者たちを。あ、僕の顔は大丈夫だったみたいですね。恐怖に怯え苦しむがいい。そして助かった者たち。助かりました。町の仲間の様を見て共に苦しみ絶望しろ。ではさらば。恐ろしい、なんて強敵なんだ格差社会。勝てねえよこれ。どうしよう、大丈夫か、ネット弁慶。匿名になって元気なくなっちまった。承認欲求叶えたかったのかもな、実名で。ちょっと純一郎に話聞くか。キャー、新次郎ちゃん、どうしましょう、どうしましょう。あ、旅の方、どうかお願いです。新次郎ちゃんを助けてください。任せてください、純一郎さん、僕に任せてください。そうだわ、お、これをお持ちください。なんかくれる、我が家に伝わるお守りです。ゲット、家宝のお守りをもらった、ありがとうございます。国会議員のバッジとかくれるのかと思ったら、ただのお守りだった。大魔王はまだ近くにいるはずです。あ、すぐそこにまだいるんだって。任せてくださいお母さん。じゃ、勝てるかな、一人の力で。俺一人の力じゃ勝てないと思う、格差社会には。さあ来たぞ。さあ魔王どこだ。あ、まだいる、まだいる、格差社会。来やがったな格差社会。うわぁ、俺に何か言うでもあるのか。格差をなくせ、新次郎の顔を返してくれ。そう、返してくれ。ふん、こいつか。そう、それ返せ。あ、返してくれるって。ただしこいつに勝てたらな。あ、初のバトルか。あ、顔が結構可愛いんだけど。生きていたらまた会おう。うわぁ、おのれ格差社会、もう会いたくないな格差社会。うわぁ、お、お守りが発動して。ハヤトよ、ハヤトよ、聞こえるかな。聞こえるよ。信じられんかもしれんが、わしは神である。え、神様が話しかけてきた。じゃあ神様ちょっと魔王倒して。あ、どうやら怪物と戦う力をくれるみたいだよ。今から神の力で格差社会と戦っていくのかよ。職業の力が目覚めた。あ、好きな職業を選びなさい、だって。どの職業を選んでも大丈夫だって。あ、そんなにいろいろはないんだ。戦士、魔法使い、僧侶、盗賊、アイドル、料理人になって。まあ、どう見ても盗賊だろこれ、見た目的に。あ、アイドルとかも選べるよ。悪ふざけが過ぎるだろうが。はい、僕盗賊になりました。これが一番しっくりきてる、まあ、割とぴったりではある。行くぞ。あ、かっこいい BGM が流れ始めた。やるぞ、ミニ新次郎スライム。戦う。くらえ、ほら、いいよ、いて、やばい、くらえ。これが格差社会に虐げられた者の痛みだ。よし、倒しましたスライム。これで、あ、取り戻した、取り戻した、取り戻した。わーい、よかった。あ、一人助けたんだねこれで。お、レベルが上がったかな、ひょっとして。スライムゼリーを手に入れました。
ちょっと疲れちまったぜ。見事な戦いであった、ハヤトよ。お、これであの子供助かったんだって。これ会いに行ったらさ、なんか報酬もらえそうじゃない？わーい、戻った。シンジローちゃん。よかった。美しい親子愛だな。旅の方、ありがとうございました。お礼にこれをどうぞ。来たー、俺、これが欲しかったんだ。お、200ゴールド。お金？ 200 円？もうちょっと欲しいな。1000円ぐらい欲しかったな、せめて。さて、ハヤトよ、そなたにはもう一働きしてもらうぞ。いや、まだ取り戻せてない顔いっぱいあるからな。大魔王格差社会はミートピアをめちゃくちゃにしようとしてるって。そこで頼みたい。行き過ぎた資本主義社会に警鐘を唱えてほしいのかな。任せてください。神の力を与えたそなたなら、大魔王格差社会に対抗できるだろう。本当か？格差社会に対抗できるか、一人で。神の力があるってことは、なんかこう、宗教法人的なのを設立するかな、とりあえず。税制面でも優遇受けられるだろうしな。でもそれだけで格差社会倒せるか？そう、平原にやってきました。行くぞ！ドキドキ。何ドキドキしてるんだ？敵が現れるのかな、ひょっとして。あ、来た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 、敵来たよ。そうか、RPG だったな、考えてみりゃ。顔面が出てきました。こいつを倒したらまた顔を取り戻せるのかな。意外と普通の RPG なのな。ふん、倒しました。どうだ。あ、また誰かの顔を回収してる。ほっほっほ、怪物から顔が飛んでいくのを見ておったな。怪物をやっつければやっつけるほど誰かが助かってるんだね。よし、また行こうぜ。はい、レベルが上がりました。ハヤトはレベルアップ、ちょっと強くなったようだね。攻撃力が上がってほしいんだけど、まだ戦うしかできないから、できることが少なすぎて。やばい、たくさんの怪物が現れた、ピンチだ。どうする？勝てそうにないよ。諦めんなよ、逃げようぜ。じゃあ、お、神様出番多いな。よろしい、助けを呼んでやろう。助け？あ、仲間を作るんだって。マジか、ありがとうございます神様。やっぱり誰もが知ってるような名前がいいな。はい、できました。初めての仲間、名前は、菅義偉です。やっぱりね、格差社会と戦うんだから、一国民の僕じゃ無理なんで、菅さん連れて行こうと思いますよ。よろしくお願いします。とにかく失礼のないようにしないと危ない。何が危ない？動画が危ない。菅義偉はどんな性格だと思いますか？いや、そんなの個人的な知り合いじゃないからわかんないです。まあでも、思いますか？だからね。あ、なんか慎重そうなイメージあるな。慎重にしてみようかな。でも優しそうな気もするんだよな。優しい。優しそうなイメージ。菅義偉の職業を選びましょう。失礼だよ。総理大臣だぞ。僕が選ばなくてももうあるよ、職業。なんかこの中だったら、僧侶感あるな。はい。僧侶菅義偉、仲間にします。ここは、こんな世界に召喚されて、本当にすいません。格差社会と共に戦ってください。お、一緒に戦おうって言ってくれた、優しい。よし、行くぜ。戦う。ほら。はっ。あ、グループ攻撃できるのかよ、盗賊って。強いな。お、初めての頑固行動、我慢、来た、我慢だ、頑固。うん。痛くないよ。あ、菅さん勝手に攻撃してくれた。ありがとうございます、菅さん。どんどん行く、どんどん行く、強い。菅さん強い、さすが。これなら倒せるかも、格差社会。さあ、総領大臣が仲間になりました。世界を救う旅か、私もついていっていい？結構軽いな。お願いします、総理、よろしくお願いします。ほほほ、無事切り抜けたようだな。菅義偉と仲良く旅を続けなさい。ありがとうございます。なんか落ちてるよ、バナナか。菅さん落ちてるバナナ拾って食べたんだけど。あ、まあまあまあ、そういうこともある。ハヤト待って。はい、なんでしょう。お、あ、さっきのバナナまだ食べてなかったの。半分あげる。ありがとうございます。優しい。菅さん優しい。愛情ゲージが溜まりました。なんか楽しいな、このゲーム。楽しくなってきたかも。なんか旅楽しいな。わ、ゴブリン現れたぞ。戦う。どこくらい？はあ。いいよ。あ、ゴブリン硬いな。もう一丁、そい。よし、画面が倒したぞ。どうだ。頑固。お、頑固いいね。いいよ。はい、勝利。だいぶ調子上がってきたな。
猛烈な眠気が。泣き言言わないの？いやいやいや、失礼だから。失礼なこと言うんじゃねえよ。やめろって。ふう、疲れたね、お前。私、そろそろ休みたいよ。休もう、休みましょう、菅さん。あれは？宿屋を見つけました。やったー。ここで休んでいこう。助かったー。てて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 ん。これで体力回復できるのか。二人の部屋を決めましょう。同室の二人は勝手に仲良くなります。へー。あ、同じ部屋で寝た方がいいんだって。じゃあ、菅さんちょっと。でも失礼じゃねえか、さすがに。さすがに相部屋は失礼なことない。俺ちょっと申し訳ないけど、相部屋は無理だわ。悪いけど。あ、なんか料理をあげるとかあるよ。はい。旅でゲットした料理をあげて、あ、これでステータスが上がっていくのね。どれが好きなんだ、これ。あ、まだ、好物かどうかわかんない。とりあえず、顔面がの蜜。一人で食うのかよ。あ、信じられない美味しさ来たよ。はい。菅さんは、あ、菅さんは顔面がの蜜あんまり好きじゃない。じゃあ、厚切りハム食べてください。どうですか、これ。お、まあまあ、みたいな顔してる。スライムゼリーどうですか、菅さん。どんどん食べてください。あ、もうお腹いっぱいだって。じゃあ僕はいただきます。あんまり美味しくない。お前らグルメだな。黙って食えよ。お小遣いあげるってある。お小遣いあげると色々なものを買ってくるって。じゃあ、菅さんに。菅義偉は HP バナナが欲しいみたい。じゃあ100円あげます。どうぞ買ってきてください。さっきもバナナ食べてたけどな。やったーやったーバナナ1本でこんなに喜んでくれるのかよ。ハヤトも HP バナナ。お前らみんなバナナじゃねえか。いや、バナナ買ってこい。あ、3本も買ってきた。嘘だろ。お前買い物うめえな。メイクとビッグってなんだ。ミートピアのミーはメイクとビッグでもっと美しくなれる。え、何それ。メイクできるの？じゃあ僕にメイクしてみましょうか。お化粧を楽しみましょう。まつげをつけたり、口紅をつけたりできる。じゃあちょっと、アイシャドウを入れてみようと思います。ひどいな。どうでしょう。ますます悪人面に磨きがかかりました。はい。というわけで、自分で配役を決めることができる RPG ミートピア、今回ここまでになります。皆さんいかがでしたでしょうか。正直、作ったキャラがどんな行動を起こすかわからないんで、非常にその失礼なことになったりすることがありそうでめちゃくちゃ怖いです。まあでもやはりね、格差社会倒さねばならないと思うんで頑張っていきましょう。というわけで今回ここまで。ご視聴ありがとうございました。よければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。